開催。先日の動画で APS-C 機とフルサイズ機どちらの方が性能的に優れているのかっていうのを双方のメリットとデメリットを合わせて紹介した動画を出したかと思うんですよね。まだ見てない方がいたら概要欄に貼り付けておきますので、ぜひそちらの方をチェックしてみてください。あの動画を見てですね、自分はフルサイズが合うなとか、自分は APS-C 機が合うなとか、いろいろと皆さん思うところがあったと思うんですけれども、じゃあ、自分に向いてるカメラのタイプが分かったところで、次はどの機種を買えばいいかっていう迷いが発生すると思うんですよね。そこで僕今回ですね、ざっと中古市場を見てですね、おすすめのカメラというものをですね、APS-C 機とフルサイズ機に分けてそれぞれ3選選んでみましたので、今回はですね、フルサイズ編ということで今回紹介したいと思います。選ぶ際のポイントとして一つ非常に重要視したポイントがあります。金額的にですね、ボディのみで10万円前後ぐらいで収まるような金額で探しました。はい、ということでね、早速、ちょっと用意したのでカンペを読みながらいきたいと思います。はい、まず一つ目の機材なんですけれども、こちらドン。はい、キャノンさんの6D Mark II という機体になりますね。そもそもね、僕この機種を、試し撮り程度でしか使ったことがないんですよね。なんであんまりね、ちょっと大したことは言えないかもしれないんですけれども、セールスポイントをまずいくつか挙げていきたいと思います。セールスポイントその1、現行機種であるということですね。現行機種ってまあ何がいいかっていうと、まあ、性能的に比較的新しいという部分が多いということですね。で、2つ目の、セールスポイント、バリアングルです。こう上から撮るとかさ、逆に下から煽りで撮るとかさ、そういう時にかなり融通が効くんですよね。非常に使いやすいと思います。で、フルサイズ機でバリアングルを搭載している機種っていうのが本当に少なくて、そもそもなので、これはかなり希少な存在と言えますよね。で、3つ目のポイント、軽量です。765g、これはバッテリーもメモリーも込みでということなので相当軽いです。で、4つ目のポイント、レンズの種類がとにかく多いというのがポイントですね。やっぱりキャノンさんといえば天下のキャノンさんですよね。レンズも多くて、しかも安くていいものがめっちゃ多いんですよ。そういう点でこのキャノンの機種を買うと後々まあかなり楽しめますよね。はい、そのレンズの話に付随して、その後ですね、ニコンとか、まあ、ペンタックスとかそういうところと比べて、ライブビューに最適なステッピングモニター STM っていうものなんですけれども、まあ、あとは、ナノ USM 駆動のレンズ、そういうのが多いのもポイントと言えますかね。はい、その6、タッチパネル式のモニターが搭載されております。では続いてですね、悪い点も紹介しておきたいと思います。悪い点その一つとしては 4K が撮れないということでね、これから先ね、メディアも高速で容量が大きいものがどん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 安くなっていく時代ですから、まあ、そういった中で 4K で動画が記録できないっていうのは、これちょっとかなり痛いところではあるんですね。というか、そもそも動画撮らないよって人からしたらあんまり関係ない機能なんですけどね。その2、ファインダーの中を覗いた時の AF ポイントが、まあ、かなり狭いっていうところが挙げられると思います。まあ、僕なんかだとね、基本的には中央一点で撮影してますので、あんまり関係はないんですけどね。はい、続いて悪いポイントその3、ボディがね、プラスチック製なんですよ。だいたいこのフルサイズ機とかになってくるとマグネシウム合金製だったりするので、落としてもね、塗装が剥げてちょっとへこむぐらいで済むんですけれども、プラスチックだとそういうレベルでは済まなくて、やっぱ落とすと割れちゃったりとかするんですよね。こうキャンプに持っていくとか、風景写真を過酷な環境で撮るとか、そういう人にはあまり向かないカメラと言えるかもしれないですね。総評で言うと、どっちかというとファミリー層とかにはかなり向いてるのかなとは思いますね。家族を撮りたいとかっていうね、日常の中で使っていきたいと、大きなフルサイズのボケを利用してね、すごく綺麗に思い出を残したいっていうような、そういう人には向いてるんじゃないかなと思いますね。サンスタ。はい、ということで2つ目のカメラを紹介したいと思います。2つ目はこちら、ドン。ニコンの D750 というフルサイズ機でございます。先ほど紹介した 6D Mark II よりはほんの少し安いかなというところだと思います。発売時期は2014年と比較的古いんですけれども、まだまだ現役でいけるんですよ。それではセールスポイントいきましょう。まず、コンパクトで軽量です。その当時もですね、このコンパクトさっていうのをかなり、大々的に歌っておりました。バッテリーと SD カードを入れて大体 840g ぐらいということで、まあ、先ほどのプラスチック製ボディの 6D Mark II よりはやっぱり重くはなるんですけれども、フルサイズ機でマグネシウムボディでこの軽さっていうのはね、かなり画期的なこと、革命的なことだったんですね当時。まあ、今でも相当軽い部類のフルサイズレフ機となります。セールスポイントその2、とにかく握りやすいんですよ。
グリップをねかなり深めにこう握れるように設計されてたりと、この人間工学に沿ったような作りがされてるので、僕も長いこと使ってたんですけれども、本当に取り回ししやすかったですね。セールスポイントその3、チルトアングルとなっております。チルトアングルって何かっていうと、こうですね、よいしょ、画面が持ち上がったりこう下に向いたりすることですね。バリアングルほどではないんですけれども、これもついてると便利な機能です。ということで続いて、その4ですね。 SD カードがデュアルスロットということで、2枚やっぱり SD カードが入れれるとかなり安心感が違いますね。はい、続いてセールスポイントその5、純正レンズが安いです。まあキャノンさんと同等かなぐらいですね。種類はちょっとキャノンさんの方が多いかなと思うんですけれども、かなり安くで買うことができて、 50mmF1.8 のマキエ単焦点レンズなんかだと中古だったらね、もうほんと数千円とかのレベルで買えるんですよ。なので初心者に優しいですし、経済的にもやっぱりいいですよね。続いてその6、サードパーティー製のレンズが多いという点も挙げられます。これキャノン製品にも言えることなので、先ほどの 6D Mark II もまあ同じことが言えるんですけれども、サードパーティー製の製品が多いということはですね、安くでいいレンズを揃えることができるということになりますので、かなり、おすすめですよね。悪い点なんですけれども、これがですねほとんどないんですよ、このカメラ。というのはズバ抜けていいところもないんですけれども、逆に言うとこう悪いところもないというかね、結構ねいろんな方のブログとか見てたんですけど、皆さんやっぱりね不満がないって書いてらっしゃるんですよ。それはね、僕も 3,4 年ぐらいこの機種を使った身としては同感ですね。特に悪い点が見当たらないです。でもね、唯一悪い点挙げるとしたら、動画性能が壊滅的に悪いです。そもそもニコンのカメラ自体があまり動画機として優れているものがないという部分ですね。でその他にもまあ重箱の隅をつつくように悪い点を挙げるとすれば、まあ、悪い点というか懸念点ですね、ニコンの今後が心配っていうところが一つあります。今結構ソニーさんにももう抜かれてね、まあ、今後頑張ってほしいなと、すごくいいメーカーさんなのでね、そういう風に思いますね。であとこの機種を買うときに注意点なんですけれども、 D750 ってねリコールがかかってるんですよ。なので中古の D750 を買うときは、すでにこのリコール対応済みなのか済みじゃないのかっていうところも含めてね、気にされるといいかなと思います。軽量でねレフ機を、一眼レフ機を使いたいなっていう人とか、レンズを買ったりとか、そういうランニングコストを安くしたいという方は非常にいいんじゃないかなと思いますね。で、堅牢性も非常に高いマグネシウム合金製のボディで、ニコンっていうのは防塵防滴機能もずっと定評がありますから、結構過酷な撮影とかね、いろんなところに持って行っても安心できる相棒になるんじゃないかなと思いますね。結構もうカメラをガンガン趣味にしていきたいなっていう人、これからフルサイズ機を使ってどん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 こうステップアップをしたいなって思ってる方なんかには本当にいいんじゃないかなと思います。サンスタ、はい、それでは最後のカメラなんですけれども、ソニーの α7II という機種になりますね。これは今僕が使っている α7 の3世代目の、1つ前の型になるんですけれども、まず、価格が今まで紹介した2つよりも圧倒的に安いです。ではセールスポイントを説明していきたいと思います。まずコンパクトで軽量です。重さはですね、バッテリーとメモリーを込みでも 599g ということで、今まで紹介した2つよりもさらに圧倒的に小さくて軽いということになりますね。いいポイントその2、アプリと連携して使えるので、このアプリの性能も非常に高くて、まあ、スマホにすぐ転送してですね、サクッと SNS にアップできたりですとか、あとはボディ側のファームウェアをアップデートしたら、こう遠隔で操作しながらスマホで見ながらねできるんじゃないかなと思います。続いてその3、瞳 AF が使えるんですよ。こう人間の瞳を検知するとですね、もう後ろを向こうが何しようが絶対にこのピントを外さないっていう、そういう機能で、僕はもう魔法って呼んでるんですけれども、この機能がね使えちゃうんですよ。子供の撮影とかにも向いてますよね。ちょろ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 動き回って、もう言うこと聞いてくれない子供とかでも、もうピントをずっと追従してくれますから、パパさんママさんにも非常にいいんじゃないかなと思いますね。その4、ボディ内手ブレ補正が入ってるんですよ。これね、前者の紹介した2つは入ってなくてですね、レンズの中に手ブレ補正機能を入れずに済むので、レンズがね全部コンパクトになるんですよ。すごくだからボディと相まって超ちっちゃいシステムを作ることができるんですよね。今オールドレンズって流行ってますよね。手ブレ補正はついてないですよね。だけどボディ内手ブレ補正がついてたら、マウントアダプターを介してそれをつけてもですね、手ブレ補正機能を使うことができちゃうんですよ。はい、続いてのポイントは、チルトアングルです。先ほど紹介したニコンの D750 と一緒で、ここがこうやってね上下に動きますね。で最後のポイントなんですけれども、カスタムキーがめちゃくちゃ多いんですよ。要はこのたくさんあるカスタムキーに、自分がよく使う機能を割り当てとけば、ボタン一発で呼び出すことができるので、撮影をものすごく円滑に行うことができるわけなんですね。はい、続
いてバッドポイントを挙げていきます。まずですね、純正レンズの数が圧倒的に少ないんですよ。少なくて高いです。まあ基本的にね、フルサイズミラーレスのレンズっていうのは各社高くて、フルサイズ機のミラーレスの中では、ソニーが一番安くはあるんですけれども、前に紹介したカメラなんかみたいに一眼レフ機だとやっぱりそっちの方がレンズは安くなっちゃうんですね。そういった意味ではコストがかなりかかるかなと、後々ね。悪い点その2、ソニーのカメラってシステム的なトラブルが起きやすいっていうのと、フィジカルが弱いというところで、まあ、若干壊れやすさっていうのは僕は懸念してはいますけどね。そのあたりが、悪い点かなと思いますね。はい、で最後の悪い点が、メニューが非常に分かりにくいです。まあ、そのあたりを補うためにカスタムキーが多いっていうのもあるかもしれないですけどね。はい、まとめるとですね、 α7II は、まあ、機材がやっぱりコンパクトですので、レジャーのお供とかね、それからお子様の撮影とかにも、先ほど言った瞳 AF とチルトするアングルですねが相まって、こう子供さんとか追いやすいですので、まあ、そういった意味ではかなり、オールマイティーにいろんなことができるカメラなのかなというふうに思います。ああそうそう、大切なこと忘れてた。こちらはですね、 4K を撮ることもできますし、ボディ内手ブレ補正がついているので、ホームビデオ機として使うこともできるんですよ。なので1台2役ってことですね。それでいて値段が7万円台から買えますので、まあ僕は正直、α7II が一番おすすめです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。僕のおすすめのカメラをね、3つフルサイズ機紹介させていただきました。参考になったよという方はね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。続いては APS-C 機編を出していきたいと思いますので、そちらの動画もお楽しみにしていてください。それでは次回もお楽しみに。 See you!